南アフリカ航空は南アフリカ共和国の航空会社で同国のフラッグキャリアでもある。エアウェイズパーク、南アフリカ航空の本社アフリカ最大の航空会社で、かつアフリカで最も古い歴史を誇る航空会社でもある。拠点空港は南アフリカのヨハネスブルグにある OR タンボ国際空港である。スターアライアンスの加盟航空会社で独自のマイレージプログラム、 ボイジャーを運営している。OR ン保国際空港や、ケープタウン国際空港から、アフリカ周辺諸国及びヨーロッパ、アジア、オセアニア、南アメリカ、北アメリカの主要都市へと運行されている。なお、長距離路線の運行機材は1970年代より、ボーイング747シリーズが主力であったが、2008年6月までに全機体駅し、現在では、 エアバス A340 シリーズへ切り替えられている。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。1934年2月に南アフリカ政府がユニオンエアウェイズを買収し南アフリカ航空と改名したことによって設立された。1930年代から1940年代においては その多くが英国などのヨーロッパ諸国の植民地であったアフリカ各地への運航のみを行っていた。当時はユンカースジマイナス86などのドイツ機とエアスピード、エンボイなどの英国機を主に使用していた。第二次世界大戦後はアブロヨークを使用してヨーロッパ船を開設したほかアメリカ製のダグラス DC-4B などの大型プロペラ機を導入した。 1957年には、英国海外航空からリースしたデイハビランド DH-106 コメットでオーストラリア戦を開設したほか、リオデジャネイロ経由でのニューヨーク戦を開設した。しかし、南アフリカ政府が悪名高いアパルトヘイト政策を取っていたことから、1950年代から1960年代にかけて相次いで独立を果たした他のアフリカ諸国は、 南アフリカ航空の領空通過を相次いで拒否。そのためにアフリカ諸国の領空を通るのが最短ルートであるヨーロッパ船はアフリカ諸国の領空を通過不可能であったことからやむなく大西洋上に出てアフリカ大陸を迂回する遠回りのルートで運航されていた。また同じ理由から国際線はアフリカ大陸内の近隣諸国への路線がほぼ皆無で、 英国やオーストラリア、シンガポールなどの英連邦諸国の他は、イスラエルや台湾やブラジル、アルゼンチンなどの政治上の理由で南アフリカとの友好関係を維持し、南アフリカ航空機の乗り入れを認めていた国への長距離路線が中心だった。さらに1964年には、南アフリカ政府は国際民間航空機関から脱退し、その国際的孤立がさらに進んでいった。 このような長距離路線は、その後導入された、ボーイング707によって運行され、一部は、カーボベルで共和国やモーリシャスなどの、南アフリカと友好関係を持っていた数少ない、アフリカ周辺諸国の空港を経由、または、テクニカルランディングして運行されていた。1970年代の後半に入ると、長距離路線用に製造された、ボーイング 747SP で、 運行されるようになった。この便はヨーロッパ各国とヨハネスブルグを大西洋ルートで結ぶ便に使用された。また、1980年代前半には、ボーイング 747SP と同程度の航続距離を持つボーイング747から200、300コンビが導入され、アメリカ船や台湾船に導入された。しかし、1986年には国連による、 南アフリカ制裁の強化によりアメリカやオーストラリアへの運航ができなくなり同年11月にニューヨーク線の運航が停止されたまたアパルトヘイト政策に反発する勢力により国内外の南アフリカ航空の支店がたびたび放火されたその後1980年代終盤に南アフリカ政府がアパルトヘイト政策の撤廃を表明しアフリカ諸国が 上空通貨と路線の開設を許可したため、ヨーロッパ線の所要時間が大幅に短縮された。1994年には、全人種参加の普通選挙により、黒人のネルソン・マンデラを大統領とした新政権が発足し、アパルトヘイト政策が完全に撤廃され、国際社会への復帰を果たした南アフリカは、同年にアフリカ統一機構にも加盟し、 南アフリカ航空もアフリカ諸国への路線を開設できるようになった。また、就航を禁止していた複数のヨーロッパ諸国も乗り入れを解禁したことから、飛躍的にその就航地を増やし、ニューヨーク船も再就航した。同時に、各国の航空会社とのコードシェア便も開始された。その後塗装を一新して、1997年には、 新国旗の色を元にしたデザインに変更された。スターボードのアフリカアンス語の表記を廃止して、国内線の機内では、ツールー語や外語でのアナウンスも開始された。また、2004年には南アフリカが ICAO に復帰し、2006年には同社が世界最大の航空会社連合であるスターアライアンスに加盟した。2020年4月、 新型コロナウイルス流行の最中に全社員にあたる4700人を解雇し、資産を売却する方向であると報じられた。南アフリカ航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は44で、航空機の形式名は737から844などとなる。現在、旅客機はすべてエアバス製である。南アフリカ南アフリカ航空就航地かつて、 バンコク経由で関西国際空港に就航していたことがある。1997年4月から週2便で就航を開始、1997年10月には JAL とのコードシェア便となり、羽田空港からの乗り継ぎも考慮されるようになった。しかし、わずか2年後の1999年1月、収益が上がらないとして廃止された。収益が上がらなかった理由は、 乗客数の低迷に加え、運輸省が日本の航空会社の保護を理由に、関空万国間のみの航空券の販売許可を出さなかったためである。その後、日本への自社路線は開設していないが、日本路線最就航に意欲を見せていた。ただし、スター・アライアンス加盟後の2007年4月22日から先行加盟航空会社だった ANA の成田本コンビンと、 関空香港便のうち各往復1便ずつが南アフリカ航空とのコードシェア便となった。2019年現在は成田と関空のほか、羽田、中部香港間の ANA 便ともコードシェアを行っており、4空港いずれからでも香港経由でヨハネスブルグまで行けるようになった。週7便のデイリー運航。その後、経営の悪化により路線網の見直しが進み、 香港便は2020年2月29日で運航を停止となった。ありがとうございます。